トランプの影響がここにも来てます。そう、これはね、はい、悪い形で出てるのがはうう最高裁のね、判事、はい、たちがですね、はいえー、マガハーンになっちゃってると, <laughs>、はい、ということです。アメリカっていうのは、えー、最高裁 がの判事事といいう人にに対して非常に敏感な国でございます、はい、日本だと最高裁の裁判長とか、ですね、はい、誰がやっててもわからないっていう、あまり知られないっていうところなんですけど、はい、アメリカの場合はもう、ものすごく強烈に政治問題化しますよね、はい、でこれ、大統領が1回任命するというか、推薦して任命するということで、えー、リベラルか保守派かということで、毎回それ、揉めるっていうのが、一応、一つの政治的なイベントになるっていうのが、まあ、大統領、どの大統領もあるんですけど。えー 今回,今回というか、まあ、その前回のトランプ大統領がです、ね、指名したマガ派の、はいえー、判事の方がいらっしゃる今、9人なんですが、まあ、人数変わったりとかして大体今、9人ぐらいで前後して,てです、ね、で大体、票が半々,半々というか、えー、過半数で割れるので、えー、それであのアメリカの全体的な意思を決めるっていうこと法律の、ね、解釈を決めるっていう人たちなんですけど今回、これ出てきたトランプの。 トランプが指名した、なんと一機の政権なんですけど、3人も送り込んで本来、一機一人しか入れないような伝統だったんですよ、やっぱ判決が狂ってしまうと良くないっていうのもあったんで、一回、この判事になると、死ぬまでやるんですよね、そうですね引退するっていうのは、そうそうそう、だけど、本人が辞めるっていうまでできちゃうんで。 あのー、最終的な、まあ、日本でいうと最高裁の判決になった時に。はい 保守系が勝ちやすい、もしくはマガ系が勝ちやすいようにう今はもう完全に6対3の割合で、保守系およびマガ派が出てきてますよねすということです,ですあの、すみません、じゃあ、名前を簡単に紹介しましょうか、上から、はい、エイミー・バレット、これ、トランプ、はい、左上ですね、はいで、その真ん中立ってる人が、えー、ニール・ゴーサッチ、これもトランプが指名、うんはい、でその右横もですねブレット・カバナ、はいとあの、トランプ指名。 見てる限りだと、そんなに極端な姿勢は、今のところ判決で見せてはいないのかなと警戒はされたけど、意外と中立気味っていうか、中立寄りですね、思ったりという感じなんで一番右側は、今回、新しくバイデン政権に指名されましたケタンジ・ブラウン・ジャクセン、女性の方ですね、今度は左の下の方に行くと、ソニア・ソトマヨール、これ、オバマ政権の時に入ったラテン系、いわゆるラティーノの血を引く方のリベラルな方でございます。 うん、でその次、黒人の,、ね、お,のおじいちゃんなんですけど、クラレンス・トーマス、はい、これ、ブッシュ父の時に、はいえー、指名されまして、指名された時に、えー、彼、実はね、えー、アニタ・ヒルっていう女性、うんま、彼のところで働いてた女性にセクハラされたわ、はい、クラレンス・トーマスに結構問題になった人でございます、はい、でその真ん中が、これ、ジョン・ロバーツさんという方なんですこの人が今、最高んの一応、えー、トップという形になって、まと,まとめ役になってます。はい、これあのブッシュささんの時息子さんのの時時息子に だから共和党だったら、共和党の大統領だったら、共和党系の判事を入れるという伝統があって、民主党系の大統領だったら、民主党の中で1人入れるという流れがあったんですけど、トランプがいきなり、まとも旧、 大体枠が最大であったんで、はいはい、あ実はこれ枠ないらしいんですけどね。あんまりね、本当は、はいうん。だから本当はバイデンがここでトランプのやったことをひっくり返そうと思ったら、うん、ここにリベラル系の判事三人突っ込むと、言うても。 あっったんじゃななないいかかかててう,うに言われてます、ね、いやでもなかなかねそれで今回、問題にこれから問題にして、そこに一番,一番右側になると、エレナ・ケーガンってこれユダヤ系の方なんですけど、オバマ政権に送り込まれた方でございます、で今回、問題、ここの白い字で書いてあるのは、サミュエル・アリートさんという方がいらっしゃいますね、この人、ブッシュ W の時息子さんの時にやっぱ入ってきた、で要するにあの真ん中のジョン・ロバートさんと同時期に入ってきた方なんですよ。でこの方保守系なんですけど思った以上に 一番保守だった一番実は、だから隠れた保守の形して、実は超マガだったということが今回判明したという事件があります、はい、41位出してください、一応、最高裁判事のうちの一人、はい、サミュエル・アリートさんということで、1950年生まれなので、はいはい、もうだいぶお年にはなってきつつあるんですけど、えー、っとですね、えー、2006年、ジョージ・ W ブッシュ大統領から最高裁判事に,に,に指名され、就任しましたということなんです。はい、で問題はこのアリート 最高裁判事なんですけど、うん、この方実は隠れマガなんじゃないかと言われております。ええ、まあ、ブッシュさんに、まあ、指名されたんで、共和党が保守系であるっていうのは間違いないんですけど。実は、今から3年前、うん、じ彼のね、バージニア州にある自宅。旗がね、近所の人を見つけたらしいんですけど、はい、旗がなんと。 逆さになってるよねっていうこと、ふと発見されたそうです、うんはい、42出してください、これ何ですかというと、実はこのメッセージは何かというと、不正選挙だというとき、はい、に、うん、不正選挙だという抗議をするために、うん、アメリカの旗を反対に、最高裁の判事、いや、えっとね、彼に言わせると、うん、あの、どうやらいろいろ詰められて、ですね、いや、奥さんがやったんだよと。はい <laughs> 奥さんがやったということにしたそうです、うん、分かんないんですよ、こ,これは分かんないですよ、だから真相は分かんないんですけど、うんはい、最高さんの判事って、うんあの、アメリカにおける究極の審判、うん、アンパイアの人ですから、どちら側に肩入れしてるって、本当は示しちゃいけないんじゃないか、規範的にやっちゃってるわけですよ、はい、で次、えー、注目していただきたいのは、これ、1月6日のあの例の事件の時の。 でこれ皆さん丸いんで囲ったところにこの何かこの木の、はい、ねえ あの杉の木っていうか、松の木なんですかね、はい、これあの、あるんですけど、向こうの、うんえー、この旗、ちょっと覚えておいてください、この時に掲げられたのは、もうもちろん、メイクアメリカ・グレート・アゲンとかの旗がいっぱいあるんですけど、うん、南部の旗とかね、はい、あるんですけど、この旗が結構問題な旗なんですよ、はい、で去年の7月、夏に、ですねやっぱ最高裁判事、まあ、それなり金持ちの方々なんで、どこに行ったかというと、ですね,、えーですねえー、彼自身がですね、えー、とロングアイランドかな、どっかに、うんえー、彼の別荘があるらしい。 はい、これもね、実はこの別荘に旗が掲げられていて、うん、この旗がこの1月6日の不正選挙のこのわーってこう集結した時に掲げてた旗と同じ旗、はい、これ、アリート判事の別荘に掲げられていたと、うん、これも見つけられれちゃったんです <laughs> これも奥さんかで。これも奥さんだとは言ってるらしいんですけど、<laughs> <か>いや、アリートさん、やっぱりその判決ね、彼が出す判決文とかも読んでみると、相当右側なんで、はいはい、これ。 実は隠れトランプ派なんじゃねえのっていう,ふうに疑いがいろいろ言われていますこれやばいなですよね、で今、下院議長、この、ね、旗なんですけど、えー、これは、アンアピール・トゥ・ヘブンという、うんあの、天国に対してなんていうんですかね、うん、これ、えー、天国へのアピールという旗だそうです、はいうん、これ昔は、昔からですね独立戦争の時代まで使われる、えー、どちらかというとそのい、今では、ね、あのトランプ大前大統領の指示とか、娘、えー、め止めろと、あのはい、ストップ・タ・スティールキャンペーン。 とかですねそれをですね宗教的に表した旗であるというふうに言われてるんですけど、掲げちゃってるわけですよね、でこれ、同じような旗を掲げてる人が、会員の中でも有名な方、なんと現在、会員議長務められてる、マイクジョンソこの間、トランプの法廷に行って、ちょっと連帯をっていうことを言ってたあの方も実はここにやってるっていう、これね、僕、本当、いいのかなと思いますよ会員議長ですよ。 下院議長は党派戦あるのは仕方ないなっていうか、もちろん、普通の議員なんで、下院議員なんで、しょうがないかなと、こっちはね、最高裁判所、アリートさんはね、やっぱまずいと思いますよ、客観性に問題ありですよね、やっぱり、これね、僕ね、一つ、皆さんに考えてもらいたいです野球の審判じゃないですか、で今、じゃあ、ドジャーズとなんですか、ドジャーズと、じゃあ、サンフランシスコジャイアンツ、試合やってるぞ、するじゃないですか。 そしたら、彼が試合中は、なんかちらっとここの、彼の審判のところなんか17って見えんなみたいな、あれ、おかしいなと、審判帰ったときに、実は大谷のあれてた、T シャツ着てたとかなったら、問題じゃないですか、審判はやっぱり公正であるべきなんですけど、彼はアメリカの憲法にのっとって、これはこういう解釈ができるから、法にのっとって、アメリカの政治、今の政治案件としては、こうですよねって、最終的な判断する、審判、え、アンパイアの もちろん彼がどういうふうな信条を持っているかはさておきですけどここまであからさまになんか外に知られてしまうのはやっぱり、まあまあ、まずいですよね。 規範うです、ね、確かにね。うん、ということで、うん、なんか意外にそのブッシュのとの、うんえー、最の推薦された最高判事が、実は他の人たちよりも真側だったという、はい、ちょっと衝撃があったということを、ちょっとお伝えしたくて、この,あのトピック紹介したということなんですけど、はい、いやー、やっぱりアメリカ、規範が壊れてるなーっていうのは、ちょっと心配ですね、本当に、何度も言いいますけど、うんうん、はい、そうですね。<laughs> やっぱ、あのー、新番長が 山根だったというらんってならんってならんってまあそれにちょっと近い部分があなかなっ,ったっていう感じですよね。気になるところでございます。はいはい